どうも皆さんこんにちは、イサフトです。ついに明日待望のルーナが実装されるということで、もう今からねワクワクしておりますけども、僕はねルーナの予想を外してしまいました。僕はてっきり水星系キラー150を味方全体に負けるバッファーだと予想していたんですけども、まあ、皆さんがね大半が予想していた、まあ、召喚魔法アタッカー、こっちが正解でしたね。いやもうさ、可愛くない？髪を下ろしたルーナ。もう最高だよね。もう本当に欲しい。もう本当に前回のノクトとアーデンも同様に、性能うんぬんではなく欲しい。いやもうそんなんでいいと思うんだよね。めちゃくちゃ欲しいです。ねえ、カンナギの巫女、ルナフレーナ。命を育み星を、人々を闇よりお守りくださいと。いやー、素晴らしい。で、トロマスだね、魔力40の 40% の幻獣セット時のステータスアップを 50%。 ごめんなさい、これ僕昨日ちょっとねツイッターで間違えちゃったんですけど、単純にこれは召喚魔法に関与するものではないので、まあトラマスはまあまあといったところですね。でスパトライオ、問題なのはこっちめちゃくちゃ強いですね。カンナギの逆鉾でいいのかな、これがね召喚ダメージアップ 50% 付きの魔力178ある、まあロッドと、めっちゃめっちゃいいよね。本当に欲しいです。素晴らしい。まあカンナギの血を引くものと、まあルーナの一族がそのカンナギの血を引くものっていうものっていう、なんか混乱したね。カンナギの血を引く一族ということで、まあこの名がついたと。星の力によって神々と対話するカンナギの女性、その使命を果たすべく成績に選ばれし王のために尽力すると。まあこれノクトのことだね。いやー素晴らしい。そしてビジョンカードが、まあこう原作にもある、まあリヴァイアさんと対話をするルーナ、そこにノクトが来て、まあノクトを助けるところですね。これは熱い。まあこのカードめちゃくちゃ欲しいな。本当に欲しいですね。でそして、その他にも、プロンプト、そして、イグニス、グラディオが、まあ、それぞれブレイブシフトすることができるように、まあ、NV 化すると。ブレイブシフトするとこれ全員物理攻撃になるんだよね。いやーかっこいいよね。いやこれねすごいいいと思いました。まあ、単純に役割が失われちゃうじゃんって思うんですが、まあ、単純にブレイブシフト前に、まあ、妨害だったりとか、まあ、イグニスの場合は、支援、そして壁といるので、いや使い方いいよね。で一番心配なのが、頼むからチェイングループ。これだけみんな統一してくれって思ってます。で、まず、プロンプトだね。戦うで雷耐性のデバフができて、機械キラーが 150% を所持している、まあ、機械に強いキャラクターですね。で、まあ、スパトラにマシンキラーが追加されました、と。で、トラマスも情報修正されてますよっていうところですね。まあトラマスについてはそこまでかな。スパトラも、うん、まあ持ってたらぐらいの感覚でいいんじゃないかなと思います。で、まあ持ってたらというか、ブレイブシフトするときには必然的に、てか NV するときにゲットすることになるからあれなんだけど、まあ別にそこまでめちゃくちゃ情報修正ってわけではないのかなと思いました。攻撃あとプラス20ぐらい欲しいよね。ちょっと欲張りかな。で、次、イグニス。イグニスはブレイブシフトすることで、物理攻撃に変わると。新しいレシピを思いついたぞ。ぜひとも試させてくれ。もうなんかそんな雰囲気ではないよね。いや、これね、エピソードイグニス、一番僕は感動しました。まあほんとね、なんだろう、まあ、王のためにというか、友達と笑える未来のためにこう自分が犠牲になった、まあ、イグニスが、まあ、こう描かれてるんですけども、非常にかっこいい。もうイグニスが一番かっこいいし、めちゃくちゃ好きです、この4人の中だったら。で、イグニスは支援で、まあ、エンハンス、火、氷、雷、まあ、自分だけなのかな、おそらくこれは。で、物理アビリティの威力アップをできるバッファーということで、これは単純に攻撃力アップのバフなのか、アラネアみたいなフィールドなのかよくわかんないですけど、ここも非常に楽しみでございますね。で、イグニスは特にトラマス、スパトラ、情報修正はないという感じになりますね。そして、グラディオ。箔がついただろう。改めてよろしく頼むぜ。というこのセリフなんですけども、まあ、エピソードグラディオにおいて、まあ、グラディオがね、こう、修行をするんですけど、そこで、まあ、修行した後、ノクトたちに合流した時に、まあ、言ったセリフなんですけども、いやー、かっこいいね。まあ、ほんとみんな、こう、王の戦闘服を、まとった姿がめちゃくちゃかっこいいので、これ並べて遊びたいですね。で、ブレイブシフトで物理防御。そして、ブレイクキラー持ちのアタッカーが可能だと。まあ、基本的に壁で使うことが多いのかなと思いますけども、非常に楽しみなキャラクターですね。
で、まあ盾はこの前情報修正が来たばっかりなので精緻かなり数値かなり上がってますね。でスパトラもね、この子かなり優秀なものなので、まあ特に情報修正はなかったですね。いやーめちゃくちゃ楽しみ。いやパッパも来てほしいんだよな。パッパも入れたさ、まあほんとこの王家の人間のまあ、ルシスパーティーをねちょっと作りたかったんですけど、パッパ来週とか月末に緊急参戦とかないかな。さすがにないかな。ぶっ壊れ、バッファーでこれ来たりしないかな。ちょっと楽しみではありますけどね。パッパ来たら嬉しい。でまあ今日は、まあ、そんなこんなでなんですが、現環境でも、現環境ならさほど難しくない降臨新降臨デモンズウォール編やっていきたいと思います。で今回デモンズウォールに行くのはこのパーティーで行きたいと思います。で、まあ、気をつけた点で言うと、まあ、石化が非常に怖いので、みんなになるべく石化耐性、まあ、こういう風に状態異常耐性を、まあ、石化だね主に石化を、まあ、バーンはつけてないんだけど、まあ、石化をつけてるっていうところかな。で、まあ、見ていきましょう。まずウォーリアーブライト、ウォーリアーブライトは、まあ、引き付け回避 100% の装備構成になっております。その他は石化耐性をつけております。そして、オニオン。オニオンはね、頑張って、意識ラー250のアビリティブグバイ率はマックスといった感じの二刀流の装備構成になっております。次、レナ。レナは、まあ、精神だね。頑張ってるか、精神最強でつけてるだけになります。石化耐性も特に気をつけてはないんですが、勝手に今つきましたというところですね。で、バン。バンはね、なんだっけな、特に気をつけてないんだよな。もうマジ適当、最強土とかでつけてるだけなので、防御の土とかでやってるだけなので、まあ気をつけていただく点は、あ、そう、気をつけていただく点で言うと、基本的に味方ね、全員、こう、なるべく土耐性を高めにやっていただきたいというところ、まあレナはないんですけど、まあちょっとね、皆さん高めにだけ気をつけていただければと思います。そして次、アーデン。アーデンはね、まあ、単純に使いたくて連れてきました。てか、数値おかしいんだよな、マジ。星7のステータスじゃねえんだよな、アーデンも。で、アビリティブグバ率は、ま、ほぼマックス。意識キラーは、275といった感じの装備構成、そして、アビリティ構成になっております。アーデンも、ま、一応石化耐性をつけてる状態になります。で、土耐性は気をつけていきたいので、まあ、オニオンで味方全体に土耐性バフをかけてやっていきたいと思います。まずは味方全体の土耐性をアップさせていきましょう。オニオン、土の熟練技ですね。これ土耐性の敵にダメージプラスで土耐性バフをかけられます。あと下ごしらえ、自分の攻撃アップやっていきたいと思います。あとはトリプル使えるようにやっていきましょう。で、土属性の攻撃はこういう風に吸収されてしまいますので気をつけてください。で、ウォーリアーブライト、まずは物理カバー、そして、味方全体にバリアを付与やっていきましょう。で、バンダね、トリプル、自身に、つか味方全体に分身、そしてステータスのデバフ、で、火属性の 130% デバフかけていきましょう。で、今回は、物理と魔力の、バフ、デバフがかかりますので、それだけ必ずかけていきたいと思います。で、アーデン、まずは自分に火属性の、付与、そして、まあね、これをやっておこうかな。自分の攻撃アップでオーバーデスでもいいんだけど、オーバーデスだとね HP99 マイナスしちゃうので、まあもしねダメージ食らった時しんどいので、こっちで我慢しておきましょう。で、光の戦士レナ。レナは味方全体の意志耐性をまずアップ。これね、石化耐性アップしても石化耐性デバフを打ってくるので、無効プラスこういったバフが必要になりますと。で、まあ今回は2ターンでやっていくので1ターンだけ、しのげればいいのかなと思います。で、ティナいつも通りブレイブシフトして、LB の準備やっていきましょう。 OK、 1ターン目のムーブこちらで完了になります。あとはね、2ターン目余ったキャラクターで、適当にミッション、消化して終わりになりますので、まあ簡単ですね。で、こういう風にねダメージを与えた敵に味方に対してこうなんて言ったらいいかな、カウンターをやってくるので、まあ、注意が必要ですと。で、あと土属性の攻撃やってくるので、なるべく土属性は高めておきたいと思います。 OK、 じゃあバーン LB やっていきましょう。で、ミッションで、黒魔法を使用しててありますので、回避 100% にしてればノクトのね、トラマスつけると思うので、オルタナとか黒魔法を使っていきましょう。で、オニオン、トリプルの、火属性のファイヤーシュレッダー、そしてアーデンは事前に火属性を付与しておきましたので、チェイングループ2をやっていきましょう。で、ティナLB だね。 OK、 じゃあそしたらやっていきましょう。まずはティナやった後にアーデンとオニオンやって、完了ですね。いや、非常に簡単な攻略に、あ、チェインめっちゃ途切れるね。
めっちゃチェーン途切れたけどさ、もうティーナ一撃で落とせたね。ごめんごめん、なんかすげえ変になったけど、まあまあまあ、こんなんで倒せんだね。デモンズオールってこんなに弱かったっけ。そっか、やばいね。もうティーナだけでいいじゃんね。特にチェーンなんか必要なくなかった今で。ティーナがまあ大体7億出してると。ごめんごめん、なんかチェーンもちゃんとすればよかったけど、乗ってたのかな、どうなんだろう。なんか途中途切れてたからちょっと怪しかったけど、まあこんな感じでデモンズオール2ターンで攻略ができてしまいますので、まだやってないよって方はぜひ、これを機にやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。